はい、どうも、ピカクシダのおっちゃんです。じゃないわ、ピカクシダが好きなおじさんです。今日は皆さんにお伝えしたいことがありまして、ちょっと、はい、撮影、とりあえずカメラ回しました。私事なんですけど、ちょっと腰のヘルニアが爆発してしまい、スーパーヘルニアになってしまったようで、ちょっと今動けません。入院もしたかったのですが、ちょっとこういうコロナ時期で入院とかすぐできなくて、ちょっとかなり久しぶりのこんなにピンチになっています。で、ちょっとこんなまあ状態なので、YouTube や Instagram ではちょっとお知らせしてたんですけど、腰痛のことは。Instagram と Twitter では、お伝えしてたんですけど、YouTube では言えてなかったので、ちょっともう頭があんま回ってないです。はい。ちょっとめっちゃ、今日も、硬膜なんとかブロック打って、めっちゃきつい痛み止め飲んで、とりあえず今、帰ってきたんですけど、ちょっとマジで痛いです。ぎっくり腰の5倍ぐらい痛くてへこんでます。はい、まあそんな感じの状態なので、最近週2回動画投稿してたので、ちょっとそれができなくなってしまって、もしねご心配される方もいるかなと思って、ちょっと今回動画すぐ回しました。まあこんな感じですので、復活するのをまあ長い目で見ていただけたらなと思います。はい。ちょっとビカクシダがね、すごい心配なんですけども、これはどうしようもなくて、一人暮らしなので余計ね、ちょっと、ほんと心配なんですけど、まあ、ちょっと、ここは、親に甘えようかなと思って、なんとか水やりとかをちょっと手伝ってもらおうかなと思っています。とりあえずもう痛いです。はい、皆さんも腰とか体には気をつけて過ごしてくださいね。健康一番での植物なので、ちょっと本当に、はい、そんな感じでした。また復活したら動画見てください。よろしくお願いします。さようなら。